はい、どうもめちゃねです。本日私は長野県はですね軽井沢の方にやってきておりまして、今ですね軽井沢おもちゃ王国の観覧車のね、上からお届けさせていただいております。あいにくねちょっと雨が降ってきましたけれども、本日はこれからですね2024年3月9日ぶり、約半年ぶりとなります軽井沢マリオットホテルさんの方にですね向かっていきたいなというふうに思います。ちょっとね雨が降ってきてしまったので、急遽ね、こちらの観覧車の中から、動画をね撮ってるといったところでございます。ちょっとね雨がね残念だなっていう感じですけど、レイ君どう観覧車楽しい。めっちゃハイテンションだ。はい、ということで、もうちょっとね遊んでから、軽井沢マリオットホテルさんの方にね向かっていきたいなというふうに思います。今度はね、リベンジっていう感じになりますんで楽しみですね。では、向かっていきたいと思います。ちなみにここね、軽井沢おもちゃ王国ですけど群馬県でございます。はい、ブレーキ解除、青にして、 OK、 レストに引っ張る、 OK。はい、今ね到着しました。本日はですねこちらのねノース館の方にね、リベンジということでございますんで、早速ねチェックイン手続き向かっていきたいと思います。もうね5時前という時間でございます。楽しみです。行ってまいります。いやパパ自分で取ってきてよ。今日そうしよう。うまチョコと、あのさ、甘いさ、砂糖が、あのさ、買ってたから。はい、ということで、早速ね、チェックインが完了しまして、本日713号室となっております。はい、本日こちらでございます。はい、ということでお部屋に到着いたしました。あ、いいですね。琉球畳があって、本日は温泉付きのねお部屋となっております。こんな感じ。はい、ね、すごいね。おお、すごい。足場さ、めっちゃ白。蓋してあるのかな。はい、そしてちょっとしたねお庭があるという感じですね。はい。ね、足場低いんだけど。こんな感じですね。じゃあね、ちょっと詳細を、見ていきたいと思います。はい、それではね詳細の方をね見ていきたいと思います。本日は1階のですねこちら713号室となっております。こちらですね、ちょっと反射しちゃってますね。はい、で玄関入って右手の方にはカード入れていただくねタイプとなってまして、これで電気がつくと。で、通道機かなこれ、そして、空調という感じですね。で、ここですね、下の方に玄関がありまして、靴べらとかね、ございますという感じです。で入っていただいて左手に、水回りですね。はい、お手洗いという感じです。で、ドライヤーコップ、そしてアメニティで、チェックインの時にですね、チェックインカウンターの向かい側にアメニティ必要なものね、歯ブラシとかブラシとかそういったものは取っていただく必要がございます。ドライヤーはモッツヘアですね。はい、そして足元の方には、体重計とゴミ箱という感じです。まあ、非常になんかね、落ち着いたウッドが、利用されてて、鏡も大きくて、非常にね、いい感じじゃないでしょうか。で、入って右手に姿見のね、鏡がデンとあるという感じですね。で、こう鍵ね、多分かかってるんで、お掃除の方とかね、使うスペースでしょうかね。はい。で、ここら辺にアイロン台だったりとか、ハンガー、そして荷物置く台があって、足元の方には袋だったりとかですね、はい、浴衣とスリッパがございます。で、空気清浄機があって、ネスプレッソマシンですね。はい、
で、こちらの方にエスプレッソマシンのポーションが2種類2個ずつの4つということでございます。そしてペットボトルのお水です。はい。で、ここら辺がねお茶だったりとか、はい、コーヒーのインスタントコーヒーだったりとかで、グラス類ちょっと暗いですね。そしてね、今日ねレイ君の誕生日ということで、ハッピーバースデーということで、このようにですね、フルーツの盛り合わせ、そしてシャンパンをねいただいております。パクリンかな。はい。でここら辺はね有料ですけど飲み物となっております。はい。で嬉しいですね、冷たいお水とか必要な場合お電話でね、申し付けくださいということでございます。これがねコーヒーとかお茶とかに使うコップでしょうかね。お水とかはこういった感じ。はい。で電気ケトルが足元にございます。で空気清浄機ですね。はい。でベッド、今日はねツインのお部屋となってます。はい。レイ君早速ダイブしてますけどね。はい。でこういったね飾りとかも非常に落ち着いてて、なんかね緑を連想させるようなオブジェになってますね。で、コンセントがあって、はい、読書灯とか一通りこちらにコントロールがございます。でここのねやっぱり温泉とあったらね、こう和のテイストのね、リビングというかですね、こういうスペースってのは非常にありがたいですね。ネクめっちゃ楽しそう、怪我しないように。でテレビがあって、はい。でこういった案内とかテレビのリモコンだったりアンスパの案内とかがねございますね。いやこの琉球畳のね、はい、いい感じじゃないですか。で間接照明がね足元にあって、ここ外電気つくのかな。あ電気ね、あそこがつきますね、ここがね。はい。はい。今ね6時前ですけど、まだまだ明るいという感じです。まあ、これだけね、庭先スペースがあって、で半露天風呂というような感じでね、今ねこういうこのようにかかっておりますけど、温泉でね、はい、保温されております。はい。これは入るのはね楽しみですね。そしてお部屋の方に戻りまして、気をつけて。でこちらが、水回りとなってます。扉がねめちゃめちゃ大きいの、こう伝わりますかね、1枚扉で、脱衣スペースがあって、タオルを干すねこんなもの買ったり、はい、アメニティ類ですね。で温泉のね効能などもこのようにドーンと書かれてますね。で、温泉のね虫が入っちゃった場合の虫取りとか、ゴミ取りですね。でシャワーなどもねこのようにあります。はい。で、シャンプーとかですね、コンディショナー、ボディウォッシュがこのようにございますね。もうそれにつけとなってます。でこちらから温泉にね入っていただくことができると、これはね楽しみですね。後ほど堪能していきたいなというふうに思います。はい。ということで、本日こちらの方にね、一泊させていただきたいなと思うんですけど、レン君どう？今日のこのお部屋楽しい？まあレン君のね誕生日がメインということなので、ちょっと激しすぎるから危ないから気をつけてください。はい。まあ、こちらにね、一泊お世話になりたいと思います。はい。とりあえずね、今チェックインが完了しまして、一段落しましたので、これからですね、本館の方のですねラウンジスペースというかですね、まあ、レストランなんですけど、そちらの方に、ね、向かっていきたいなというふうに思います。やだ。はい。今ね軽井沢の方は暑すぎずね非常にいい感じ、多分ね25、6度ぐらいとかね、そんな感じじゃないかなというふうに思います。ではね、本館の方に移動してきましたので、ハッピーアワーというかですね、カクテルタイムなのかな、向かっていきたいと思います。
はい、今ね席の方にご案内していただきました。一応ね、1時間目処ということですけど、こういったねアラカルトだったりとかレストランメニューをね、オーダーできるということなので、こちらでね、ディナーもいただきながら、カクテルタイムのお酒ねいただいていきたいなというふうに思います。まあ、サラダだったりとかね、ピザだったりとかも頼めるんで、デイ君ずっとなんかピザ食べたいって言ってるんで、ピザ頼もうかなと思います。美味しそう。はい、こんな感じでですね、カツだったりとかですね、サラダ、あとスナック系もね、いただいてきました。これに、プラスアルファで5時半からですね、一応アラカルトメニューもオーダーできるということなので、一般的なね、メニューもいただいていきたいなというふうに思います。はい、それではね、いただいていきたいと思います。カツ、すごいね、サクサクな。いただきましょう。うん。さあ、やばい。やわらかい。ああ、美味しい。ご飯が欲しくなるやつですね。そして大根とそぼろのね、煮込みですね。うん、あったかい。美味しい。そして、ビールですね。うまい。あ、いいですか。はい、ミートソース、キッズメニューのミートソーススパゲティと、はい、あとオニオングラタンスープ。オニオングラタンのスープ。はい。これハーフになってるやつの、はい、ハーフじゃないやつってこれですか。新州サーモン、はい、あの一応このハーフサイズが、はい、一応のこっち側がフルサイズバージョンで、うん、はい、あの金額も多少違うんですが、あ、まだフルサイズで、フルサイズでよろしいですか。はい、はい、フルサイズでいいです。これですね、これもフルサイズでカペリーニで、はい、新州サーモン、あ、そう、カペリーニ、カペリーニ、はい、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、メニューここに置いておきますか。あ、お願いしていいですか。はい、はい、すいません、はい、ということで、オーダーしましたんで、引き続きね、いただいていきたいと思います。あと何個作りましょう。私、甘いのが欲しい。甘いの、酸っぱいの、酸っぱいの、甘いの、面白い。で、押して、ピーって麺みたいな、なかなか難しくてですね。そうなんです。成功するように祈っていただけたらと思います。お、上手。来ました。できました。はい、やった。緊張しますよね、これ。やって回してると。あ、大丈夫。大丈夫ですか。手元だけなんで、まだ。って感じです。うん、はい、ということですね、こちらところてん黒蜜のね、ところてんをご準備いただきました。めちゃめちゃやっぱ甘い方が好きなんですね。酸っぱいのも皆さん好きでしょうけど、私はねどちらかというと黒蜜が好きなんで、これでいただきたいですね。はい、じゃあね、先に酸っぱい方もところていただきたいです。あ、ありがとうございます。すいません、よいしょ。酸っぱい方のところでね、いただいていきます。あ、美味しい。酸っぱいのあんま個人的には好きじゃなかったんですけど、めっちゃ美味しい。うん、うまい。今度からちょっと酢のやつも食べたいと思います。はい、じゃあね、今度黒蜜の方のところでいただいていきます。うん、うまい。うん、ピザ美味しい。きな粉が乗せます、ね、味は黒蜜で美味しいです。はい、でこちらがですね、キッズスパゲティですね、ミートソースとなってます。すごいヤングコーンとか、はい、いい感じですね。そしてオニオングラタンスープを、めっちゃ美味しそう、いただいていきます。はい、でこちらがですね、カッペリーニなんですが、私なんかね、ピザだと思って頼んだら全然違うんですね。そうめんみたいなやつ。デイ君はピザをね食べたがってるので、追加でねピザハーフサイズでお願いしようかなと思います。はい、それじゃあね、オニオングラタンスープ、それではね、オニオングラタンスープいただいていきます。結構ね、オニオングラタンスープはどこ行ってもなんかね好きでねオーダーするんで、
ただきます。口うるさいと思います。うまっ。コンソメもね、濃厚で、でもね、濃すぎず薄すぎずっていう感じで、チーズのバランスはめっちゃいいですね。これ美味しいわ。オニオングラタンスープすごいね。玉ねぎもね、ゴロゴロしてて、すごい玉ねぎのね、味もね、感じていただくことができますね。はい、それではね、続いてこちらのカッペリーニいただいていきたいと思います。なんかね、勝手にピザだと思ってね、レイ君ピザ食べたいということでオーダーしたんですけど、全然違いましたね。はい、サーモンもね、めちゃめちゃゴロゴロしてて美味しい。じゃあいただきます。サーモン分厚い。大根、スープがね、めっちゃトマト、なんかね、トマトジュース買ってぐらいトマトですね。濃厚。でも私トマトジュース苦手ですけど、これいける感じ。結構トマトジュース苦手な方でも食べていただくことできるかもしれない。まあ、冷たいね、そうめんですね、これね。全然ピザじゃなかった。でもこれはこれで美味しい。めっちゃ進むことができそうです。長い。間違いない。めっちゃね、進めますね、これは。美味しい。カッペリーニって初めて食べた。イタリアン。イタリアンですかね、これね。美味しい。なんだろう、これ。大根かなと思ったんだけど。甘い。なんだろう、桃かってぐらい甘い。なんだこれ。桃なのかな。桃でした。信州サーモン、アメーラトマト、川中島っていうのかな、川中島桃のカッペリーニだった。びっくりした、大根だと思ったら桃でした。不思議。だから酸味とね、甘みがある感じですね。はい、じゃあ続いてですね、ミートソースですね。これキッズメニューでね、オーダーしたんですけど、先ほどお話しした通り、ピザとね、カッペリーニ、カッペリピザだと思い込んで頼んでましたんで、いらないと言われてしまいました。ピザが食べたいということで、まあ、どうせね、食べるとは思いますけど、まだ暑いんで私の方でもね、食べていきたいと思います。ミートソース、もうまずいわけがない。美味しいです。まあ、そりゃそうですよね。キッズメニューとは言っても別に子供向けっていうわけではなくて、量がね、子供向けなだけであって、普通のミートソースですからね、めちゃめちゃ美味しい。はい、ということで、レイ君はね、ピザを食べたいということなので、ハーフピザをね、オーダーしましたので、ちょっとピザ来るまでね、ゆっくり待ちたいと思います。それではね、日本酒の本気クイズに入れてきました。ちょっとね、黄色いっぽい感じのね、日本酒。ああ、めっちゃ飲みやすい。これはちょっと悪酔いしそうな感じですね。飲みすぎちゃうって意味ですね。美味しい。はい、レクのね、待ちに待ったピザです。とりあえずね、もうだいぶお待たせしたので、一切れね、与えております。熱い。どうですか、ピザ。リアクションオーバーすぎるやろ。美味しい。どうですか、ピザ。どうですか、ピザは。来てます。どう。美味しいようです。はい、それじゃあね、レイ君からタコスピザの具だけね、いただいてみました。どんな味なんでしょうね。
辛くないね、うん、チーズとタコスソースが混ざった感じ。でも後からちょっとピリ辛くるじゃん。ベロ辛くなった。多分ね、レイ君全然食べてないから、あの辛くても今食べれてる状態じゃないかなと思います、はい、あとりあえずね、お部屋の方に戻って、ちょっとゆっくりしてから温泉ね入っていきたいなと思います。じゃあお部屋の方に戻っていきます。はい、それでは、ね、アメニティをねいただいていきたいと思います。とりあえず歯ブラシかな。はい、歯ブラシいただいていきましょう。はい、チェックインカウンターでスキンケアセットの方もねいただいてきました。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね美味しかったです。カクテルタイムに合わせて、まあ、そのままねディナーもいただくことができましたので、なんやかんやね、4品5品ぐらいで、まあ、9000弱分ぐらいね、3人でいただいてきましたけれども、まあ、2時間ちょいぐらいねゆっくりさせていただくことができました。通常であればですね、混み合ってる時はラウンジ利用っていうのは一応ね60分程度でお願いしますということであったんですけど、まあ、レストランで、お出した分ですね、まあ、ゆっくりさせていただくことができました。よかったです。はい、で結構ね今日混んでるのかなと思ったんですけど、比較的ラウンジの利用者は少なかったのかなという印象でございます。あの混んでる印象はそんなになかったですね。はい、で一応こちらのね、案内こちらに出しておきますけれども、チェックアウトはね、あのデートチェックアウトがなければ11時ということで、で明日はですね、まあ、基本レートチェックアウト不要ということでお伝えしたんですけど、場合によってはちょっとね12時ぐらいまではお願いするかもしれないかなという感じですね。明日のちょっと予定次第といったところです。でレストランはね朝の6時45分から、11時という感じです。ラストオーダーがね10時半、夕食は17時半から21時、ラストオーダーが20時半という感じですね。はい、でラウンジ利用は11時から21時、ラストオーダーが20時半という感じです。温泉の大浴場につきましては5時から朝の10時、そして一旦インターバル清掃時間が入って15時から24時という感じでございます。インルームダイニングはね朝の7時から20時まで、受けたまっていただいているという感じですね。はい、フィットネスセンターは18歳以上の利用で24時間利用が可能であったりとか、まあ、そんなね、ご案内がございますという感じですね。で、チェックインの時にですね、子供の分、子供が確か4歳以上かな、4歳以上でも、優勝だったかなと思うんですけども、お子様の分と、大人2名分の、ね、朝食券いただいたのと、あとですね、レストランの 20% 分の、ね、割引券をいただいたということで、今回そちらを、ね、ディナーに充当させていただこうかなという感じでございます。はい、そして、これからね、ゆっくりさせていただいてお風呂に入るんですけど、先ほどね、ご案内した通り、まあ、レイ君のね、誕生日ということで、こんな、フルーツの盛り合わせと、スパークリングワインね、いただいてますんで、ちょっとね、ここら辺いただいていきたいなというふうに思います。ありがたいです。ありがとうございます。はい。じゃあ、レイ君、誕生日おめでとう。フルーツ食べる。スイカです。おいしい？おいしい。じゃあ、パンを食べる。じゃあ、私もいただいていきます。うん、めっちゃ甘っ。いや、いいね。レイ君、ハッピーバースデーって感じ。大丈夫。はい、チョコで書いてある。そう、チョコで書いてある。うん。はい。ということで、まあね、今日は午前中、お昼ぐらいかな、軽井沢の方に到着してですね、まあ、おもちゃ王国行ってゆっくり、レイ君とゴーカート乗ったり、観覧車乗ったりさせていただいて、まあ、4時半ぐらいにね、こちらに来たという感じです。で、お部屋の動画を撮って、まあ、5時過ぎぐらいにですね、ラウンジの方に、レストランの方に行ったという感じです。で、前回はですね、3月9日にね、訪問させていただいて、アメリカンエスプレスさんの、プラチナカードのフリーステイギフトをね、利用して宿泊させていただいたんですけれども、プラチナエリートのね、特典を利用することができなかったので、まあ、今回のね、その、一応利用できるよっていうのを確認した上でですね、リベンジということです。で、前回はね、スタンダードのお部屋であったんですけど、今回はこちらのノースウィングのですね、温泉付きの、お部屋ということでございますので、今回、今日はね、なんだろう、9月入って、第1週の土曜日ですかね、
になるんですけど、あのボトムのお部屋でもね9万3000円とか9万4000円ぐらいするんで、めっちゃ高いですよね。これはい、これはいという感じです。まあ、今回ねポイントを利用して宿泊させていただいているような状況なので、でこちらサインいただいたという感じなんですけど、本当ありがたいですね。はい、ということで、まあ、ちょっとゆっくりさせていただいてですね、温泉の方に入って今日はね、ゆっくりしたいなというふうに思います。で本日はですねまた22時半ぐらいからね、こちらからライブをお届けさせていただきます。そちらのアーカイブにつきましてはね上の方にリンク貼っておきますので、よかったらそちらねご覧になっていただければと思います。ということでゆっくりしたいな、お風呂入ろうか。はい、ゆっくりしたいと思います。ということでおやすみなさい、また明日の朝お会いしましょう。食べてる？うん、スイカ。はい、そうそう忘れておりましたが Wi-Fi ね、速度を測っております。Wi-Fi 速度はねそんなにやっぱり、ね、速くないですね。前回来た時もそんな印象だったんですけれども、ダウンロード下りがですね 19Mbps、 アップロード上りが 21Mbps、 Wi-Fi 速度は 107Mbps となってまして、まあ速度それなりに出てるんですけど、まあ、インターネット速度自体がねやっぱりそんなに速くないという感じですね。まあただね、あの私みたいにライブ配信するとかそういうことでなければ、あの一般的なインターネット全く問題ありませんので、そこはね、ご安心ください。ということで、これから、あのフルーツも食べ終わったんでね、お風呂入っていきたいと思います。はい、おはようございます。ぐっすりね眠ることができました。今日はね天気崩れるという予報だったんですけど、めちゃね今のところ天気いいですね。これからね、朝食の方あのいただきね向かいたいと思います。前回もね野沢菜とかね、地元の食材がね結構多く出てて美味しかったイメージありますんで楽しみです。じゃあね早速今日もいっぱい食べていきたいと思います。食べてね。見て、スイカ持ってきた。うん、じゃあまずどれから食べるかな。じゃあまずポテト。スコさん。ね。ベーコンポテト。なにこれ。見て。でかポテト。ポテトさ、2個持ってきた。はい、ということですね、フレンチトーストだったりとかおにぎりとかフォー、カレー、おそば、パン、オンパレードですね、持ってまいりました。これカレー、これカレー、はい、ということで早速ね、いただいていきたいと思います。はい、ではね、早速いただいていきましょう。やっぱりね、種類がめちゃめちゃ豊富で、地元のね、野沢菜だったりとか、まあ、お漬物とかもあっていいですね。うん、落ち着く味。おにぎり。うん。うん。うまい。でもね、フォーとかもあってね、パクチーめっちゃ入れたんですけど、パクチー苦手な人にはきついかもしれないけど、パクチーね、得意な人にとっては入れ放題っていうのがいいですね。うん、スープめっちゃね落ち着く味合いになってますね。あとねサラダもそうなんですけど、やっぱりお野菜が美味しいですね。もう地元の野菜なんでしょうかね。うん、美味しい。そしてね浅野屋さんのパンですね、バターロールいただきます。うん、地元のいちごジャムもつけて、あ、うまいわ。はい、そしてねカレーもいただいていきます。箸で
ちゃいましょう。うん、あ、野菜が豊富で美味しい。美味しい野菜カレーで美味しいので、あんまり食べないですけど、これ美味しいですね。うん、この皮に辛い感じ、うまい。まあ、フレンチソースなどもあるんで、ちょっとね、食べ進めてお部屋の方にね、戻っていきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかった。前回ね、訪れた時もフォーだったりとかお茶漬けとかね、野沢菜とか、あとこちらの地元でね、取れる野菜とかも全部がね、美味しかったなという印象ですけど、まあ、前回来た時よりは比較的空いてたという感じでしたので、もっとね、ゆっくりお食事をね、楽しむことができました。よかったです。で、今回のね、お部屋は、まあ、前回宿泊したスタンダードのね、お部屋と比べても、やっぱお部屋に、温泉がね、ありますので、スタンダードの部屋でも大浴場があって、温泉ね、入っていただくこともできますし、結構ね、比較的大浴場もゆったり、入っていただくことはできるんですけれども、やっぱり、お部屋にね、温泉があって、まあ、時間とか気にすることなく、さっとね、いつでも入れるっていうのはやっぱりいいですよね。なので、まあ、ゆっくりお部屋で過ごして朝食食べてっていう方は、まあ、やっぱりお部屋にね、私はまあ、お部屋に温泉がある方がやっぱり楽だなと。いう気はしますね。レイ君とかね、特に子連れとかだったらね、楽かなと思いますので、言うことなかったなというふうに思います。で、昨日まあ、ただね、ライブでもお伝えしたんですけれども、まあ、それはね、いいんです。いいです。なぜなら、料金もね、ただね、まあ、結構高いですよね。今回のね、土曜日宿泊だと、スタンダードの部屋でも、普通の優勝で取るとやっぱり9万円とか、しますし、おそらくね、これ、ね、今回もアップグレードいただいて、こちらのお部屋サインいただいてますので、こちらのお部屋を直で取るとなると、多分ね、13-14万円とかするんじゃないかなと思うんですよね。なので、まあ、この料金であれば、なんか別の選択肢っていうのはあるのかなと思いますけども、まあ、お部屋としてはね、申し分なかったなっていうのと、あとはまあ朝食、お部屋、ディナーも含めてね、美味しいので、まあ、ぜひね、機会があれば宿泊していただきたいなというふうに思いますけど、まあ、ただね、コスパがいいかっていうと、まあ、そういうわけではないのかな。まあ、時期とかにもね、多分よると思いますけどね。これがね、また違う週とかだとね、一泊、今回なんか高いんですよね。普通に土曜日で9万円とか超えてるんですけど、普通のお部屋でね。普通のお部屋、他の週とかで見ると4万、もう半額ぐらいになったりするので、まあ、日によってね、お得な、時にやっぱりね、常にチェックして、お得な時に予約を取っていただくのがね、吉かなというふうに思いますし、あとはポイント宿泊だったりとか、クレジットカード付帯のね、無料宿泊とかをうまく利用していただいて、宿泊してみるっていうのはね、いいかなというふうに思いました。まあ、約ね、半年ぶりぐらいの再訪ですけど、宿泊としては申し分ね、ない、宿泊だったかなというふうに思います。またね、軽井沢、まあ他ね、やっぱりいろんなとこも行きたいんで、あれなんですけど、まあ機会があればまたね、宿泊させていただきたいなというふうに思いました。ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残していただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram 等ね、やってまして、各種 SNS の URL 貼ってありますんで、そちらも合わせてぜひフォローチェックよろしくお願いいたします。ということで、またね、次回次の動画でお会いしましょう。